ちゃこみきです。はい、ちゃんと化粧しろよって感じなんですけど、今日はちょっとね、もうサクッと撮りたいものがあっていきなりカメラを回し始めてます。タイトルにもある通りなんですけど、私この度ダイエットをまたねやろうかなって思います。本当にダイエットとね、英語の勉強はやったりやめたりが激しくって続かないんですけど、ちょっと今回はね、初めてパーソナルジムに通ってみようと思って申し込んだんですよ。特にジムの様子は動画にしないんですけど、すごい個人的に通おうと思ってるんで。で、ジム2ヶ月ぐらいそのトレーニングの期間があるのかな。で、最初の5日間にファスティングをしなきゃいけないんですよ。そう、食事もね、ちゃんと見てもらえるコースに申し込んで、まあその中の一環で最初の5日間ファスティングをしますって言われてて、でそれはやばいと思って今いろいろ調べ始めてるんですよ。で、とりあえず本を買いました。これファスティングジュースダイエット、前にリサちゃんも紹介してたかな。で、私もちょっとこれ買ってみて、ですごく勉強になりました。全部読んで、なんかファスティングイコール断食じゃないですか、英語日本語直すと。で、うわ断食マジか、何も食べないのかと思って辛いんじゃないって思ったんですけど、ファスティング食べますね。食べるっていうか栄養は取るだけど、なんだろう、固形物を食べないで野菜とかをこうジュースにしたりしてその栄養を取るみたいなんですね。固形物を食べないことで消化と吸収のために働きっぱなしだった内臓を休めることができる、まあ、要は体のデトックスをするってことですね。だからまあ辛いっちゃ辛いだろうけど、一応栄養はめっちゃ取れるみたいなんで、そこは安心かなと思いつつ、ちょっと急に焦ったのが、ファスティングって準備期間、ファスティング期間、回復期間があるみたい で、私も準備期間やんなきゃいけないんだっていうのに気づいたんですよ。準備期間、要はまあそのファスティングの前にいつも通りの食生活をしてて、いきなりファスティング始めちゃうとなんか気持ち悪くなっちゃったり、頭が痛くなっちゃったり、具合が悪くなっちゃうらしいんですね。なのでその前1週間とか3日とか6日からしばらくの間、食生活をちょっと優しいものに変えてて、体をファスティングにね持っていくための準備をしていくっていう期間になります。私はもう始めなきゃいけなくって、今撮ってるの5月の末なんですけど、ちょっと本当に昨日まではガツガツお菓子食べてました。だってジム行ってる間にお菓子食べれないんですよ。だから嫌だと思ってめちゃくちゃお菓子食べてた。これ完全にリバウンドする人のパターンの話なんだけど、で昨日ちょっと最後にシナモンロールを食べて終わりのつもりだけど、私の場合そのジム行ってる期間も多少お菓子を食べる予定がもうすでにあるんですよね。撮影の中でお菓子を食べる日もどうしても出てきちゃうんですけど、まあできる限りそれ以外はやっていこうかなって思ってます。で、今日の動画はその準備期間に食べる食事の話だけをしたいと思います。私が今日いろんなね食材を買ったので、それを紹介したいと思います。で、この本にもあるし、いろんなインターネットで調べても絶対出てくるんだけど、このファスティングの準備期間に食べるのが孫は優しい食材ってやつです。聞いたことある人も多いんじゃないかな。まあ、体にいい食材って感じですかね。パッと見たけど、日本の和食っていう風に思いました。まず孫は優しいのま、これは豆類ですね。大豆とか枝豆とかインゲンとか黒豆と納豆と豆腐とか、そういった豆類全般です。あとって思ったのが、油揚げとかも入るみたい。油揚げ、厚揚げも入るみたいで、ちょっとそれはびっくりしました。まあ豆腐だもんね、揚げてていいんだってちょっと思ったけどね。というわけで私はひきわり納豆とこちらの豆腐を買ってます。ひきわり納豆にしたのは普通の納豆でもいいんですけど、なんか前にテレビでひきわり納豆の方がこういっぱい切ってあるから表面積が大きくて栄養が吸収されやすいっていうのをテレビでやってたので、ちょっと今回はひきわり納豆を買ってみました。あれらしいです、普通にこういう丸くなってる納豆を買ってきて後で刻むんだと意味がなくて、もう発酵の時からこう刻んであるやつだといいみたいということで買ってきました。あと豆腐はいつもねこれが好きで買ってるんだよね。ケンちゃん、ケンちゃんちょっと1個切っちゃったからわかんないけど、そのケンちゃんってやつです。はい、これ美味しくて大好きです。次は
孫は優しいの5、そう、ごまです。ごま、ピーナッツ、くるみ、アーモンド、カシューナッツ、あ、こういうのもなんだって思ったのは、銀杏、かぼちゃの種、栗、松の実で、私ナッツ系はすごい大好きで、くるみとかね、よく紹介するでしょ、くるみチョコとか。だからくるみチョコのチョコなしバージョン、くるみとかアーモンドとかそのまま食べる。あとはごま、こういう入りごま、これうちにあったやつと、あと今回ね、こういったチューブタイプの練りごまを買ってみました。ここもね、私は楽しくできそうな食材。次は和です。わわわわわわ、そう、わかめ、わかめ買いました。わかめと刻み昆布、海藻サラダっていう、そう、なんか海藻系ですね。わかめ、昆布、青さ、ひじき、もずく、青のり、岩のり、天草、めかぶ。あ、めっちゃもずく食べたい。もずく買えばよかった。はい、というわけで海藻系はまあお味噌汁に入れたりとか、あとはまあそのまま海藻サラダみたいな感じで食べたりしようかなと思います。次はや、これは野菜ですね。大雑把に野菜でこの本見ると野菜は野菜でもなんか一応分類してあって、要は旅行食野菜っていうのかな。人参、茄子、大根、切り干し大根も買ってみました。あとはかぼちゃ、小松菜、ほうれん草、玉ねぎ、きゅうりは好きじゃない、ブロッコリーとかあとアスパラガス、ニンニク、生姜とか、本当に野菜全般が書いてありますね。私ピーマンときゅうりは嫌いなんで、それ以外で頑張ろうと思います。次はさ、魚です。サンマって今の時期でも売ってるんだと思ってちょっとびっくりしました。買っちゃいました。あとアサリの水煮缶も今うちにあります。イワシ、サバ、アジ、サワラ、あとシジミとかホタテもここに入ります。魚とか貝類ですね。この本とかいろんなウェブサイトとか見てももう肉は全然載ってないですね。魚って感じです。次、シは椎茸のシなのかな椎茸は買わなかったんですけど、キノコ類が入ってます。椎茸、しめじ、なめこ、あ、マッシュルーム買いました。マッシュルームとマイタケ、あとはえのきとか、そういうキノコ類ですね。キノコもそんなに普段は食べないんですけど、まあ嫌いじゃないな、うん、昔は好きじゃなかったけど今は食べれる食材って感じなんで、こちらも取り入れていこうと思います。そして最後、孫は優しいのい、こちら芋です。芋は本当に大好き。じゃがいも、さつまいも、長芋と里芋、あとへーって思ったのはこんにゃくもここに入ってます。というわけで以上が孫は優しい食品です。すごいいっぱい買っちゃって、これファスティングまでに食べきれるのかなみたいな感じの量を買ってしまったので、ちょっと焦ってますが、うまいこと使ってやっていきたいと思います。で、まあこの本とか、あとウェブサイトとか見ると、この食材はこういう栄養があってとか、すごい細かく書いてくれてるんだけど、私はちょっとこれを見てもその栄養がどこにどういいかがいまいちピンとこないので、気になる方はぜひ調べてみてください。この本も動画概要欄にリンクを貼っておきます。あと今の孫は優しい食品以外に買ったものが、あの主食をどうしようかなって思って、普段は白米とパスタがすごく多いんですけど、ちょっとそこは一旦我慢してこちらを買いました。まずはこれ、玄米です。玄米普通に大好きなんで、全然私玄米だけでいけました。美味しかったです。続けていきたいと思います。なんで玄米がいいのかもちょっとよくわからないけど、食物繊維が5倍、ビタミン E が11倍って書いてありますね。これにはこれすごい良かった。白米と同じ炊き方で OK だったので、すごく簡単に炊くことができました。あと買ったのがこちら、お蕎麦です。お蕎麦もねヘルシーなイメージがありますよね。なんかこの本見てもだいたいね、玄米かお蕎麦か、あ、あともう一個忘れてた、豆乳買いました。牛乳より豆乳の方がなんかいいみたいだったんで、豆乳もすごい大好きなんで、ちょっと牛乳を一旦やめて今は豆乳を飲んでます。あとはもうたくさん水を飲むようにっていうのを心がけて今は過ごしてます。なんかこれ別にファスティングとか意識しなくても、普段ちゃんと取り入れてたらすごく体に良さそうだなっていうものばかりだったと思います。またファスティング中はファスティング中でね、動画を撮ろうかなと思っているので、そちらもぜひ見てください。それではこちらの食材たちと共に準備期間を乗り越えていきたいと思います。この動画が参考になったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それじゃ、バイバーイ。